はい、皆さんこんにちは、ピカです。ゼルダ無双薬剤の目視録やっていくよ。はい、そしたら、今回はね、そうね、まあ、前回は、ウルボザのところ行ったから、まあダバンダ辺境推奨レベル6、こっち、あ、ここも6なの？ここは5なんだ。まあそしたらこっち行ったから、まあ左回りで行こうか。ならばダバンダ辺境出撃。あ、パーティーね。まあね、ちょっと待って、なんだ、2人しか行けないの？そしたら、あれ、あれ行けないんだ。まあちょっと待てよ。武器弱ゼルダ行けないんだ。あ、インパはさすがにちょっと弱えな。執政補佐官インパ参ります。まあインパはコンピューターでやってもらうか。出撃。あそこで料理持っていくのか。やっぱり怖い。俺も怖いよ。タバンタ辺境に集落を構えて暮らすリト族、天をかける翼を持ち弓の扱いに長ける空の民である。中でも腕利きと名高い戦士リーバルに、風の神獣バ・メドウの繰り手になるよう依頼すべく、ゼルダは使者としてリンクたちと共にリトの村へと向かった。魔物の群れとの遭遇を避け雪原を行く一行だったが、道中急な猛吹雪に襲われてしまう。リンクはゼルダを安全な場所で待たせ周囲の探索に出るが、ダバンダ辺境、標高が高く気温の低い地域、ハイラルオーケーは寒冷対策バッチリでゼルダたちを送り出した。リーバルか。また来たのか。この僕がいる限り、リトの村には一歩も踏み入らせないよ。よし。なんだ、また手厚い歓迎か。よし、まあ隊長とかを倒していきましょう。これは2で、1234、違うのか。リトの村に向かう。分かった。
なんだって。じゃあどうするんじゃ。こっちか。こうか。よしよし。いくよ。オッケー。よし。飛んでいくぜ。あばよ。と隊長。よし。順調順調。あ、ここね、気流に乗ってジャンプすればいいのか。あ、こっちか。うわ、グフどこだよ。あ、こっちか。行くぜ。これか。え、なんだこれ。待ってくれ。ねえな。うん、光ったらっちゅう感じか。違うな。タイミングわからんぞ。うっくわ。あ、こ縦弾きしてた俺。ガードじゃねえぞ。うわ。いける。よし。で、操作思い出せよ。よし。ちょっと間を置いちゃったからね。ここでいいのかな？違うな。登ってきたんだよな。
する？で、行き止まりか。行こう。こっちで行くか。あ、ここでいいね。よし。なんだこいつら。うわー、食らっちまったか。あ、ピュッて。ああ、これアイスロッド使うやつかな。はいはいはい、そういうことか。おっとい、Aボタン押しちまったぜ。ほらよ。よし、もらう。で、これじゃなく、あ、これか。よし、行こう。またボス戦とかありそうだからね、こういうとこはちゃっちゃと行きましょう。はい、これくら、くらってください。はい、次これ、これです。そしてから私が登場するっちゅうことです。わかりますか？なんか来たか。来やがったな。くふっ、槍か。やりやがる。ノブ
え？ううな、なんだこれ。こっちか。行くよインパ。あ、もらえる。こいつは倒しとかんのな、危ねえからな。あー、こんにちは。はい、あげるよ。ジャンプかよ。普通にやるか。もう来い。くらっ。うえ、うそ。あ、しまった。わからん。よし、どんどん行こう。行けるか。こっち、あ、これで行くのか。どう行くんだこれ。やらねばならぬのか。これはどう行くんだろうか。ちょっと待って。あ、こっからはいけねえのか。ってことは後ろか。なんだこれ。これ爆弾かな。オッケー。はい。いける。
いやキャラ変更したらな死ぬわ。まあやってみっか。お任せください。行きますよ。弾きとかできねえからな、おそらくね、こいつら。こいつリモコン爆弾を起爆。いいもん。隊長の弓は気付けとかんといかんぞ。どいてください。いざ。瓶を回収。いまいちわからん。あっちか。ここでいいのかな。オッケー。あれ、いけ、そこか、行くぞ。よっしゃ。なんだろう。イン回収。なんかこれで人増えんのかな。よし。キャラ変更。ちか。開いたのかな。空いてるな。オッケー。はーい、いらっしゃいませ。いらしたのは私です。マッシュ。まだいんのか。いけるぞ。よし、切り捨てちまったや。
よし、次行こう。どっちだ、こっちか。当たってやるわけにはいかんのよ。コロムか。でここでいいのかな。あっちか。ここ、あ、風に。よし、モリブリンキャプテン。はい、続いて貴様。3、4。おい、なめるなかれよ。ほらよ、おまけよ。前回までちょっと気づかなかったが、なんだ、ボス戦の時さ、ピタロックとか、まあバ、マグネットとか、そう、マーク出るよな。いっぱいか。まあそれうまいこと気づけたら、まあ、ちょっとはマシな戦い方を見せられると思う。だからまあもうしばらく待ってください。ぐわっ。弓は見とった方がいいな。よし、よし、お前いけるやろ。はい、次お前。いくよ。でいいのか。リーバルトルネードだって。さて、あれラッシュ狙いいけそうやな。
ようですね。くわ。なんですって。うわ。全然わからん。マグキャッチでなんかできねえな。うわあ、モーションねえね。あれなんだ。ああ、ピタロックか。あれがピタロックか。ようやくなんか出てきたぞ。ピタロック使っちまってるよ。無双できる。いけた。今だ。よし。スマッシュ。オッケー。いけよ。硬いの。あれ何のマーク？あれ何のマーク？爆弾か、爆弾のマークか。よし、ちょっと分かってきた。やってくれたね。おい、おい、はい、なめるな。はい。さあ来い。なかなか面白いことをしてくれるじゃねえか。ロック。終わりですか？終わった？よし。まあ2回目はもっと楽に戦えるでしょうね。
翻弄されてる。さすがの君も。ここまでだ。待ってください。いや、インパは難しいね、ほんと。事情は分かりました。二人とも無事で本当によかった。ですが、その子と同じ形のガーディアンというのは気にかかりますね、姫様。ええ。もし厄災と何らかの関わりがあるのなら、対策を急がなければ。それで、僕の力が必要というんだね、神獣を動かすのにさ。しかし、選ばれたっていう姫好きの騎士がこんなカカシみたいなやつだとはね。なんだよ。どうやら自分も姫様を守る騎士だと言いたいようです。はあ、まったく頼もしい奴らだね。リーバル、リト族の戦士、一族の中でも特に優れた能力を有するリト族の戦士。その力を買われ神獣バ・メドウを任される。プライドが高いがそれに見合うだけの実力を持つ。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではね、次回はこの火山ね、ここデスマウンテン、はい、ゴロン族の豪傑ダルケル、次回はそこ行ってみよう。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。